よいしょ。そういえばさ、なんか新しいさスタジオ見に行ってきたんだよ。みんなもなんか行ってるよね最近。なんかみんな落書きしてて、落書きの壁見てきたわ。サイン書いた？書かなかった書きますかってさ、マネージャーさんに言われたけど、なんかみんなすっごい、なんかめちゃめちゃでかい壁があって、めちゃめちゃでかい壁にみんな超でかくサイン書いてて、なんか緊張しちゃって書けなかった。みんなめちゃめちゃすっごい書いてたけど、ラキちゃんでかかったね。でかかった。ねねちゃんもでかかったぞ。でも結構みんなでかかったぞ。私書いてない。もういつか書こうかなって思って。今スタジオ違うね、スタジオ行ったんで、新しいスタジオに。めっちゃでかくて、マジですごかった。びっくりした。トイレ遠い。いや、アイドルだからトイレ行かないです。でもなんか楽屋がめちゃめちゃ綺麗で、なんかね、あれみたいだった。なんかアイマスとかの楽屋っぽい感じ。なんていうのかな、なんか鏡がいっぱいあってさ、めっちゃ可愛い楽屋だったよ。結構シンプル可愛いみたいな。いや、サインは書かなかった。なんか書けなかったんだよ。本当に圧がすごくて、みんな超でかく、そう書いて「ママすずねねとなんとかなんとかかんとかねっこっと」みたいな感じでさ書いてあってさ